では収録も始めてまいりますね。よろしくお願いしまお願いす。します。5、4、3、2、1。皆さん、こんにちは。タカボーのキックオフ第15回目始めてまいります。前回がですね、若干オフサイドの補足と、直接フリーキック、間接フリーキックに関するところを、まあ、簡単に入っていきました。ちょっとですね、また復習になると思うんですが、一旦ちょっとオフサイドのところですね、審判員の方に、気をつけていただきたいというところございますので、若干ちょっとそこの説明だけ、させていただきます。で、ちょっと画面を出してみます。こちらですね。まずですね、競技者が、お、画面を。まあ、これはですね、最初、前回も申し上げましたように、主審のポジションと言いましょうか、その角度、タッチラインに正対して、判定しましょうということだったんですけれども、もう一つはですね、競技者が外に出ているときですね、例えば、まあ、怪我の治療とか、もしくは何らかの事情で、簡単にすぐに復帰できない場合ですけれども、画面をご覧いただける方は、まあ、後ほどこう、YouTube でですね、見ていただきたいんですが、ラジオをお聞きの方は後ほど YouTube で見ていただきたいんですが、画面の右側にあるこの白いシャツを着ている方、これがフィールドの外にいます。競技のフィールドの外にいます。で、まあ、プレーが続けているという状況でありまして、その場合にこの白のシャツの選手のこの黄色の線、黄色の矢印の線があるんですけれども、これがこれからまたフィールドの中に復帰しようと、戻っていこうという場面なんですけれども、まずこの副審の立っている場所、ここがいわゆるオフサイドラインです。で、このオフサイドラインよりも、その副審のところですね、これ、この副審よりも右側に、の方からこの外の白いシャツの選手を復帰させるとどうなるかというと、ちょっと太い赤い点線を用いました。そこが次のオフサイドラインになってしまいます。で、今はこの細い点線のところがオフサイドラインなんですが、もし仮にこの白いシャツの守備側の選手を副審の右側から戻すとなると、一瞬にしてオフサイドラインがずれてしまいます。そうすると、もしも際どい場面の判定を求められるときに、正確な判定はできなくなってしまいます。ですので、この赤い実線の矢印で、引いてあるんですけども、この副審の左側から復帰させるようにしてください。そうすることによって、オフサイドラインはずれないで、判定を押し続けることができますので、その点は、主審の方しかこの、復帰させる許可は出せませんので、必ずそれは意識して、外側にいる白いシャツの選手を、できるだけ副審の左側に寄せるようにしてください。で、もし第4の審判員がいる場合は、まあ、他の用事がなければ、その辺の状況を見てですね、できるだけ副審の左側に、移動させて、それで復帰させるように促してください。まあ、で、この副審自身はちょっともうオフサイドラインをキープしながら監視してますので、なかなかこう、余裕はないかもしれないんですけれども、もし気づいた場合は、左側に入ってくださいということで、左側に寄ってくださいと伝えて、
できるだけこう自分が、のラインが崩れないようにしてください。その方が安全ですので、お願いいたします。これでですね、ちょっと画面を一人で動かして、本日がですね、まあ、前回の振り返りということで、まあ、オフサイドのところを気づいたところをお話ししていきました。で、それで、あと、続き、第12条の続きですが、これもまあ、多分今回、もしくは、次の次の回とかですね、ちょっと長引くかもしれません。あんまり細かすぎると、また、ちょっとまあ、ややこしくなるので、できるだけこうシンプルにはしていきますけれども、一応今回はですね、ちょっとまあ、焦らずにというか、ゆっくりと進めてまいります。そしてですね、3番目の雑談ですが、次回はいよいよということなんですが、これは後ほど時間を1分ほど残してですね、お話をしてまいりますので、次の画面に移ります。で、まずこの、フリーキックの判定をした後、まあ、一番最初、12条の最初の方でも申し上げましたように、7つのファウルの行為については、ファウルの程度があるということで、不用意に、そして無謀に、そして過剰な力で、ということがありまして、不用意なファウルに関しては、カードは出さないでよいと。で、無謀なファウルに関しては、イエローカードで警告をする。で、過剰な力で犯したファウルに関しては、レッドカードを出して、その競技者を退場させる、というものがあります。で、このカード、これは懲戒処置というんですけれども、カードを出すことを懲戒処置というんですけれども、まあ、主審はいつからそのカードを出せるのかということで、まあ、時間的な問題になるんですけれども、で、主審はですね、試合前のまあ、競技のフィールドの点検のために、競技のフィールドに入った時から、試合終了後、この競技のフィールドを離れるまで、まあ一応懲戒処置ができます。まあただその、そうですね、建物内、まあスタジアムの中とかですね、その競技のフィールドに入るまでは、なかなかこのカードというものを直接出すことはできずに、そういう事象があった場合は、例えば、練習中にこう、通路で、相手選手を殴ったとかですね、会場のスタッフに対して、まあ、唾を吐いたとか、こう、言った場合は、その事実を知った場合は、その、該当するチームに対して、この選手はこれこれの事情で、試合には出させませんということを伝えて、で、後ほど、この審判報告書で、協会に報告すると。ということで、実質的には退場の処分なんですけれども、まあそういう形で、説明をしていきます。ということで、とりあえず、一番最後のギリギリカードを出せるところっていうのは、この競技のフィールドを離れるまでです。だって競技のフィールドを離れてしまった場合は、何らかの該当する事象があった場合は、それは報告をしていくということになります。審判報告書で報告する。で、退場に、相当する場合に関してはですね、別紙がありまして、重要事項報告書というものを書いて、まあ、報告します。で、報告の仕方に関しては、まあ、各都道府県の協会によって、異なるかもしれませんので、その審判員はご自身の所属する協会の手順に従って報告をしてください。ということですので、まあ、若干このそれぞれの違いがありますので確認をしてください。で、次にですね、で、ファウルが起こりまして、で、それが、まあ、イエローカードとかですね、カードを出す、状況になったという場合にはですね、そのカードを出すために、この次のリスタートのプレーをさせないということです。ですので、懲戒の処置をし終えるまでは、プレーの再開は認めてはいけませんよ、というのが基本です。で、その場合ですね、仮にこの、次の、まあ、条件があるんですけれども、警告を出したいんだけれども、まあ、主審がまだその懲戒の手続きを始めていない。
簡単に言うとカードをまだ出してないっていうね。出すっていうのはどういうことですか？ポケットから出せばいいのかっていうことではなくて、それをまあ示すところまでですね。で、それと、反則を受けたチーム側が、素早くそのフリーキックを行うこと、ということの条件が満たせば、まあ、リスタートは認められるんですけれども、ここでちょっとね、難しいのが、再開、フリーキックの再開なんですけど、反則を犯した場所からの再開になるので、非常に厳しい主審であると、まあ、わずかでも違うとですね、そのリスタートを認めない可能性があります。まあ、ただ、例えばファールで反則を起こした場所に、ファールをした側のチームの選手が、例えばまあ、負傷か何かでこう、その場動かないとなると、当然リスタートができない。で、そこには、まあ、意図としては、クイックなリスタートをして攻撃を早めさせないという意図もあるのかもしれませんので、まあ、こういった場合には、まあ、その主審のセンスにもよると思うんですけども、若干異なった場所からの再開を、まあ、認めるというのも、まあ、コモンセンスのうちとしては、まあ、ありかなと、私個人は思っている。要は、ファウルをした側が有利になっては、まずい、という価値判断を持っていただきたい。ですので、ファウルをされた側が、いかに、その、有利に、まあ、展開できるかっていうのをちょっと念頭に置いた方が、まあ、考え方としてはいいかなって思います。で、その場合ですけども、まあ、懲戒処置のレベルが、まあ、一段下がることになります。要は、その、クイックリスタートを、することができることによって、まあ、有利に働いているので、例えば、その、本来なら一発退場に相当するような場合であれば、一段下がって、レッドカードから今度はイエローカードになる。例えば、大きな、チャンスとなる攻撃の、妨害したとかですね、阻止したっていう場合であっても、素早くリスタートができて、いい展開になっていけば、まあ、カードはいらないというようなこともありますので、まあ、ただまあ、どちらがいいのかっていうのもなかなか難しいんですけども、まあカードを出せれば出せた方が、まあ、明快だなと。あとあとなんで出せないんだとか、いろいろこう言ってくるチームもありますので、なかなかこの規定を、まあ、承知した上でプレーをしている選手、チームはなかなか少ないかと思うので、シンプルにそこで素早く必要なら、イエローカード、レッドカードを出して、処理した方が、スマートかなという気もします。まあ、ですが、その時の、まあ、主審の、なんていうんでしょうね、まあ、センスとか、あと、まあ、技量にもよりますので、まあ、いずれでもいいんですけども、なかなかクイックリスタートっていうのは状況がなかなか、こう、限定的なので難しいかもしれません。こういう、まあ、感想も述べておきます。で、次にですね、アドバンテージなんですけれども、これはもう主審にとっての非常にこう、副審が言うところのオフサイドですね。これに相当するくらい非常にこう、なんていうんでしょう。主審の技量をサッカー感も含めて問われる、行為です。で、アドバンテージは何かって言いますと、まあ、星3つをつけましたけれども、まあ、非常にこう、なんていうんでしょうね。重大な、主審にとってのもう、腕の見せ所になってきます。結論からちょっと言いますけど、私個人は、積極的に適用する派です。まあ、ちょっとこう、インストラクターの方に、あんまりこう、なんていうんですね、いい評価はされないんですけれども、なぜいい評価をされないかというと、後ほど、まあ、お話ししますけれども、今日私は、まあ、積極的に使いたい。アドバンテージを適用したいということだけは最初に申し上げておきます。まあ、それはまあ、あんまり適当というか適切ではないとは言われるんですが、ということで、アドバンテージは何かっていうとですね、懲戒処置に相当する反則があったということなんですけれども、その、ファウルを、まあ、一応認識はしてるんですね、主審としては。ただ、そのファウルを取ってプレーを停止するよりも、いわゆるその、得点のチャンスがあるかな？その、
可能性が高いなっていうふうに考えられる場合は、そのプレーを続けさせるっていう行為がアドバンテージを適用するっていうことになります。で、アドバンテージを適用すると結論から言うと、どうなるかというと、懲戒処置が必要な場合であれば、さっきも申しましたように、いわゆる、処置の、なんていうの、強さがこう一段下がる。ということで、こう、特典または決定的な特典の機会を阻止したんであれば、それは警告に下がる。退場のレッドカードからイエローカードになる。で、大きなチャンスとなる攻撃の機会をこう妨害阻止した場合は、次はカードを出すということになります。ですけれども、自信としてはですね、まあ、絶対ではないんですけれども、アドバンテージを適用すべきではないっていうケースが一応3つ挙げられています。それは、この下に書かれてある著しく不正なプレイ、そして乱暴な行為、で、2つ目の警告で退場となるシーン、そのプレイに関してですよ。この3つに関しては、プレイを流さずに、まあ、できれば、まま処置をしてほしい。ただ、まあ、明確な特典の機会ですね。もう完全にもう、あと数メートルの場所でプレイしてて、もうゴールにもう、間近でゴールに入るんだよっていう場合は、まあ、続けさせてもいいのかなとは思うんですけれども、そんなにこう、絶対的にゴールの枠に近い場所でなければ、そのままこう、反則を採用してプレーを止めて、まあ、レッドカードなりを出した方が安全でありスマートだと思われます。で、もう一つですけれども、今度はホールディングしたまま、例えばシャツを引っ張ったとかですね、相手の体を押さえたとか、そういう状況のままでペナルティーエリア内に侵入した場合ですが、この場合判定は PK になります。要はその、違法な状態を継続させたままということで、例えばこう、外でシャツを引っ張ったまま、引っ張られた選手も頑張ってボールをコントロールしてペナルティエリア内に入った。で、そのまま相手も掴んだままだった場合は、そこの中で手を離したとしても、ホールディングの反則っていうのが、まあ、続きましたので、そこの、で、反則、すなわち PK ということになりますので、まあ、危険なゾーンというか、ペナルティエリアに入った場合は、あまりこう、無理して相手をホールドするとかですね、そういうことのないように気をつけていただきたいな、というふうに思っております。で、まあ一応ですね、あんまり意味はないんですけれども、まあその警告に関して、競技者、要はそのフィールド上でプレーしている、選手と、あと交代要員など、で、その、カードの、まあ、違いと言いましょうか。出せる理由の違いがあります。で、競技者はこう全てに当てはまるんですけれども、まあ、交代要員、いわゆる交代して退いた競技者ですね。その他に関しては、距離違反っていうのはありません。要は、プレーをしていないので、フィールド上で何メートル離れなかったから警告ですけど、まあ、当然ありません。また、プレイもしていないので、繰り返し観察するってこともありません。ただ、その、自身の承認を得ないで勝手にフィールドに入ってきて、プレイをしてしまうっていう可能性はあります。ので、これに関しては、まあ一応丸、三角にしといた方がいいのかなとも思ったんですけれども、一応、こういう違いがあります。で、まあ、反スポーツ的行為という、まあ、言葉があるんですけれども、イエローカードの中の一つの、まあ、項目として。これはまあ、例示列挙です。なので、限定的にこの規定だけですよっていうのは、ではないので、まあ、一応、まあ、サンスポーツ的行為というのはまあ、広いですよと、範囲は。ということであります。で、何回か前の放送でもですね、お話ししたんですけれども、まあ、テクニカルエリア内、まあ、今回の教育規則の改正でですね、テクニカルエリア内にいる者の反則で、行為者を特定できない場合、例えば、判定に対して文句を言ったとかですね、ペットボトルを投げたとか、いろいろこうあって、それが、投げたのは分かったけれども、誰が投げたのか、
というのがわからない場合は、上位のコーチである監督が、まあ、責任を取らされるということになります。これはですね、今までチーム役員だけだったんですけれども、まあ、交代要員とかですね、交代して退いた競技者、あるいは会場で退いた競技者とかもですね、含めて、ベンチ内にいるものの誰かがやったんだけどもわからないという場合は、結果責任として監督が責任を負います。ということになっています。で、チーム役員にはですね、教育規則の改正で、正式に注意という、処分と、まあ、処置と、警告という処置と、退場という、まあ、処置、懲戒処置が3つあります。ただ、競技者には、その注意という、懲戒処置というのは、明文上はありません。まあ、審判主審の、まあ、いわゆるコントロールのもと、マンマネージメントとして、まあ、もちろん有効な一つの、まあ、手段としてあるだけですので、間違いのないようにお願いします。ただ、注意に関してはですね、報告書に書く欄はございませんので、まあ一応、この辺だけ気にしててください。で、あと、退場となる反則の中で、まあ一番脚光を浴びると言いましょうか、まあ重大な事象として、まあドグソというのがあるんですけれども、これは得点または決定的な得点の機会の阻止というものなんですけれども、これを、ペナルティーキック、結果的にペナルティーエリア内でファウルが犯されて、主審がペナルティーキックを与えると。で、そのファウルが、そのボールをプレーしようとした。それで相手にチャレンジしたんだと。言った場合にのみ、いわゆる、会場になる部分が、まあ、一段下がって警告となります。で、ただし、相手を抑えるとかですね、引っ張るとか、押すというものに関しては、これはもう容赦なく一発退場になりますので、その適用の間違いがないようにお願いします。まあ、主審がペナルティーキックを与えた場合、で、ボールをプレーしようとした場合ですね、そこだけ初めて、こう、ランクと言いましょうか、その罰則の、懲戒処置の、ランクが1個下がるということを、まあ、試合を見る中でも、覚えておいていただくといいかな、と思っています。で、その、ドグソとなるための判断要素なんですけども、4つありまして、反則とゴールとの距離、それと全体的なプレーの方向、で、ボールをキープできる、コントロールできる可能性ですね。それと、守備側競技者の位置と数、というのがあるんですけれども、この2番目のプレーの方向なんですけれども、従来はゴールに向かっているということで、直接的になものでした。ところが、直接的ではなくても、やや遠ざかっても、ゴールの方向に、まあ、向かっている、全体的にゴールの方向に向かっているんであれば、該当するというふうに変わってきましたので、やや幅広くなったということですね。あと、守備側の位置と数。それも守備側競技者がほぼいない状態であれば、まあ、ほぼドグソの可能性は高いんですけれども、それもまあ、試合の状況とかですね、によっては非常に判断が難しいので、我々のこうレベルの試合では、副審と、まあ、例えば難しい場合は協議をして、守備側の位置と状況をですね、数とか確認し合いながら、お互いの持っている情報を出し合って、それでまあ、決めていくっていうのが一番、まあ、合意的かなと、間違いないかなというふうに思っていますので、慌てずに判断することなく、ゆっくりと、まあ、プレーが止まっていますので、じっくり判断していただきたいということで、この4残つりの1要分素をです。頭の中に置いておいてください。でですね、まあ、ハンドも同様に、まあ、退場になります。こういった、こう、得点または決定的な得点の機会の、もし該当する場合はですね。ただ、ゴールキーパーは、以前にも申しましたように、手を本来使える競技者ですので、まあ、退場にはならないよというのが一般的な、状況です。これでですね、またご案内なんですけれども、この番組ではですね、ご質問、ご感想をお待ちしております。ですね、メールアドレスが797、@fmgino1.com でございます。それと、
リッスンラジオとかですね、マイチューナラジオ、そして映像ではですね、YouTube でもご覧になりますので、本日よろしくお願いいたします。次回はですね、なんと、スタジオでの収録をして、それの放送を行う予定ではございます。ので、若干その振り返りといった形で今までの内容を、振り返りながら、まあ、ご質問ご感想とかあればですね、その辺にお答えしたいと考えております。またいろいろスペシャルなことがあるかもしれませんが、本日のお楽しみということでお願いいたします。で、今まで一応1条から第12条の補修まで、お話をしてまいりましたので、その他また渓谷退場等に関してはまた別途機会を設けてお話ししてまいります。以上で本日は終わりにいたします。ありがとうございます。